こんにちは。アマゾイスサポーター堀秀夫です。日本からオーストラリアへの転送サービス。オーストラリアに住んでアマゾイスビジネスをするのはとてもおすすめです。オーストラリアに住んでアマゾイスに取り組むために必要な転送サービス。日本のネットショップで購入した商品を日本で受け取ってオーストラリアに発送してくれるサービスです。便利エクスプレス。私が以前オーストラリアに住んでた時使っていたサービスです。で、今ちょうどね、キャンペーンやってまして、楽天で買い物するとね、楽天で1注文8000円以上で送料8800円オフと。これが1月7日まで。で、キャンペーン転送の期間は21日までこれを行ってます。これどういうことかというとね、8000円買うと、8000円以上買うと800円オフ。そしてね、1ユーザーにつき10オーダーまで適用かってことなんですから、まあ、例えば仕入れで8000円分ね、商品を、あ、8万円分商品を買って10個に分ければ、1件につき800円。で、800円かける10で8000円送料が割引されます。これ結構ね、10%引きと同じなんで、大きい比率なんでね、なかなかいいキャンペーンだなと思います。こういったね、キャンペーンを使うと、単純に送るより安く発送できます。で、私が以前使った時の、まあ、一例ですね。こんな風に。送料6,800円。これ、EMS 送料実費です。で、バラバラに届いたものを、ね、送料安くするために一つの梱包にまとめてもらってますけど、この時はね、こういうまとめ梱包料をキャンペーンでタダにしてくれるというサービス使ったんでね、かかった費用は EMS 代金実費のみで利用できました。まあ、転送会社たくさんあるんでね、こういうキャンペーンやってるとうまく使うと、まあ、実質送料だけとかね、送料すら安くできちゃうとかいう形でね、お得に使えますんで、またね、おいおい、このいくつか転送会社紹介しますけど、まず、私が使ったことのあるこの、便利エクスプレスとかね、ちょうど楽天のキャンペーンをやったんでご紹介しました。またこの転送サービスの使い方等についてもね、お気軽にご質問、ご報告ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。